ハインリヒレーマンビレンブロックは、ナチスドイツ海軍の軍人。潜水艦 U ボートのエース艦長。ブレーメン出身。1931年4月に、バイマル共和国海軍に入隊。水上艦勤務を経て、1939年から、志願して、潜水艦 U ボート勤務となった。短期間、U ボート2型 U-8 に勤務した後、 1939年12月から、2型有望というマイナス5の艦長となる。U-5 は、ノルウェー侵攻作戦に動員された。1940年9月からは、第7潜水艦隊所属のビッグ型有望というマイナス96の艦長となる。1942年3月まで U-96 で8回の航海作戦を行った。 この間の1941年2月には、騎士鉄十字章を叙勲した。さらに、同年12月には、白羊付騎士鉄十字章も叙勲している。彼は、第二次世界大戦中に総計で28隻、20万5000トンの連合国船舶を沈めたのであった。この記録は、u b とエースの中では、第8位に記録される。1942年4月に、 陸上勤務となり、ブレストで第9潜水大軍司令官を務めた。1944年9月から10月の短期間にかけて U-256 の艦長を務めた。1944年12月から敗戦にかけては、ベルゲンで第11潜水大軍司令官を務めた。戦後は、西ドイツの商船などで船長を務めて活躍し、 1974年にはドイツ連邦共和国功労勲章を除勲した。1986年に故郷のブレーメンで死去。レーマン・ビレンブロックの U-96 に海軍戦時特派員として上官していたローギュンター・ブーフハイムは戦後 U-96 を題材にした小説を作りベストセラーとなった。この小説を原作に映画 u ボートが制作されている。 ありがとうございます。